県内で目撃が相次ぐイノシシ。七ヶ浜町の沖合ではイノシシが海を泳ぐ姿をカメラが捉えました。今月15日の午前10時ごろに七ヶ浜町の沖合で視聴者が撮影した映像。海を漂う黒い影が映っています。その正体は海を泳ぐイノシシです。イノシシは2頭いて、鼻の先端を水面から出して器用に水をかいて進んでいます。撮影者によると、イノシシは塩釜から七ヶ浜方面に向かっていたということです。七ヶ浜町によりますと、撮影日の翌日の16日に東宮浜や与ヶ崎浜地区でイノシシが目撃されていて、周辺住民に注意を呼びかけています。